んないっす。だって政治家のために財務省が解散までやって、こんなことが起きて、しかもそれをもとに審議して1年間やり通して、それなのに政治家はまだ責任取ってない。麻生も辞めないし、安倍も辞めない。こんな状況許していいはずないんですよ。大体僕やっぱり人が死んでるってことは何を許せない。なんでそんなことまでさせないといけないんですか。こんな社会状況終わりにしましょう。こんな政治は終わりにしましょう。なんで来週金曜19時半また講義やります。さっきも言いましたけど、人集めましょう。でここ全部人で集めて首相官邸に向かってノーって言ってるとこ、そういう絵作りましょう。そして総辞職させましょう。内閣総辞職絶対させましょう。
したお願いなんですけど、僕ら最近融資って形で講義始めて全然お金持ってないんですよね。でもしよかったら今スタッフカンパ袋持って回るんでご協力いただけると幸いです。よろしくお願いします。来週集まりましょう。よろしくお願いします。すいません、誰かボランティアで長いラダー貸していただける方いますか？ボランティアでラダーを一瞬だけお借りできますか？カンパー脚立を3段以上がいい。3段以上カンパお願いします。すいません、ちょうどの人に来て3段以上脚立してほしい。何人かおる？掃除職